お金って、誰に払ってるか、サービス提供してくれた人に払ってはいるんだけれども、結果お金って自分に払ってるんですよ。まあ、お金持ちは使うとこは使います。節約するとこは節約するね。お惣菜で豊かな人は割引の方を買わないっていう人がいるんですよ。いや、買いますからね。なんかそれ間違ってます。小屋さんこんばんは。先日タダで物をもらったりタダだからという理由で反応するのは浅ましいし、運勢的にも良くないのではと知人に言われました。結構胸に刺さったのですが、やはりその通りなのでしょうか。あと安さのみを追い求めるのも結果的に損をするのでしょうか。浅ましいっていうわけではないんですけどね。でもタダより高いものはないっていうのは本当なんですよね。エネルギーってね、ずっと循環してるんですよ。循環して。お金がたくさん入ってくる人って、この循環量が多いんですよ。循環量が、少ないと入ってくるお金が少ない。循環量が多いと入ってくるお金は多いね。で、タダでもらうっていうのは、本来これだけの値段のものをタダでもらうのは、もらってるから、タダなんだけれども、エネルギーとしてはもらってるんですよね。そうすると、どっかでね、出ていくことがあるんですよ。結果出ていっちゃうんですよね。で、うまくいってる人ほどお金払おうとしますね。でもなんか理由があってタダでやってくれるっていうのはありがとうございますって言って、受け取ったらいいんですけれども、それをやってもらったら絶対お返しした方がいいですね。そこでエネルギーの循環っていうのが整う。だからタダばっかり集めてるとね、たくさんのお金は入ってこなくなっちゃいますよね。まあ安いものを買うのは全然悪くないですよ。ただ高くても自分が本当に欲しいものにお金をかけるっていうのもしてもいいですよね。で、何かっていうとね、安いものばかりやってるとどうなるかっていうとね、自分を安く見積もってしまうんですよ。だから安いものばかり追い求めて、じゃあ商売しますってなった人からね、高いお金をいただけなくなっちゃうんですよ。何やっても自分はこれタダでやってもらうってずっと心にね、聞こえてくるんですよね。で、お金をいただくことに罪悪感を持つようになっちゃうんで、だから払える部分は払うっていうことをした方がいいし、でね、何かっていうと、お金って、誰に払ってるか、サービス提供してくれた人に払ってはいるんだけれども、それで、サービスを受けるじゃないですか。服を買ったりとか、結果お金って自分に払ってるんですよ。だから自分ってこれだけの価値の人間なんだっていうことになってくるので、だからといって最初からたくさんのお金払えるわけではないんだけれども、なんか大好きなこととかこだわりのあるものにはお金をかけてあげた方がいいかなっていうのは僕は思います。だから自分はそれだけお金をかけてあげていい存在なんだっていうことをね、自分自身にインストールできるので、そういうことはちょっと意識してあげるといいんじゃないかなと思います。まあ、お金持ちは使うとこは使います。節約するとこは節約するね。お惣菜で豊かな人は割引の方を買わないっていう人がいるんですよ。いや、買いますからね。なんかそれ間違ってますよ。同じ効果得られて、ね、より安いものがあったらそれ買いますからね。それは僕だけじゃなくて、僕の周りの成功者みんないますよ。ポテトサラダ、こっち定価、こっち 30%、いや 30% オフ買うっていうね。それは相手がそう言ってくれたわけ。ね、で浮いたお金でまた別のいいものを買うっていうね、そんな感じはしてます。今日どうしても桑名さんに聞いていただきたいことがあります。今日仕事中に社長からこの仕事向いてなかったな、期待してたのにと言われ、先週はあと10キロ痩せたらもっと早く動けるのにと冗談っぽく言われた1時間後におせえと怒鳴られました。先日のショート動画でこんな人とは離れた方がいい人の内容に社長が当てはまってます。離れた方がいいでしょうか。波動クラブに入会して浄化をしていただきたいです。さっきね、波動クラブでも言ったんですけど、ちょっと厳しい話しますけど、僕らって自分で商売してるじゃん。まあ僕は会社経営して商売してるし、で、個人事業主でね、商売されてる方もいますけど、僕らみたいに自分で商売してる人で、お客様に価値を提供して、で、そのお客様が価値を感じていただいてお金がいただけるね。価値提供が仕事の本質なんですよね。だからこの価値を提供できなければお金は入ってこないんですけどね。で、お勤めの人って、どこに価値を提供するかっていうと、会社なんです。会社に価値を提供することなんです。で、毎月給料いただけるじゃないですか。そしたら、この給料の倍、本当はね、給料の 1.5 倍ぐらいは経費でかかってるんですよね。一人従業員雇うなら、給料分だけがかかってるんじゃなくて、1.5 倍ぐらいのお金がかかってるんです。つまり、この 1.5 倍の
ぐらいのお金の価値を会社に提供するっていうことが求められてくるんですよ。で、多分この社長がご自身に期待している価値提供っていうのがまだそこまで、社長が納得できる分価値提供できてないでしょうね。もちろんね、汚い言葉を言うとか怒鳴るとかそれがいいとは思わないんですけども、だからそこはご自身で判断してください。本当に合わなければ離れてもいいと思うし、心が疲弊した状態でいると本当鬱になっちゃったりとかもすると思うので、だからそこにいる必要があるかっていうと、それはちょっと社長を見て、ね、判断してもいいかなと思いますけれども。で、大事なのはこの期待されている価値以上のものを提供できれば、こっちが主導権握れるようになるんですよ。この社長もそれだけお給料以上に価値提供してくれる存在、どっか行かれたら困るじゃないですか。そしたらちょっと転職しようと思うんですけど給料安いからって言ったら、いえいえ、あげるからあげるからって言ってくれるし、そういう感じでご自身が提供できる価値っていうもの、会社に対して提供できる価値っていうのをもっとね上げていく、それは転職先でも一緒のことですから、上げていくってことをちょっと意識をねしていただいて、ご自身のスキルアップをねどんどんされるといいんじゃないかなと思います。お答えいただき、分かりやすくご説明いただきありがとうございます。恫喝、威圧してくる社長に対して我慢して嫌だと感じて、嫌って見てる自分の考えを変えて違う見方で、社長と接して見ていき、自分のスキルを上げていき。そうですね。スキルアップ、ちょっと意識してやってみてください。はい、で、僕だったら先ほどもね、10キロ痩せてでしたっけね。それ悔しかったら僕、ほんと10キロ痩せるようにしますね。僕ならね、見返そうと思うので。どうだ見たかっつってね、はい。職場で人間関係がうまくいきません。僕自身が周りに合わせるように頑張るのか、合わないと分かったら職場を変えるのか、どのようにしたらいいか悩んで、何かいい方法、マインドございますか？まあ、職場を変えるってやっぱリスクあるので、一度ぐるぐるワークされてますかね。ぐるぐるワークって何かっていうと、職場の人といろいろ会った時にモヤモヤしたりか、腹立ったりとか、もどかしい思い感じたり、いろんな感情を感じると思うんですよね。それを思い出しながら、チラシの裏とか裏紙でいいので、ぐるぐると書いて、とりあえずできたなと思ったらビリビリに破って燃やしてください。これを何回かやっていくと、ちょっと変わってくる可能性はあるので、それをやってみてください。それか、浄化をね、波動クラブで浄化していただいてもいいかなと思います。母が腰の手術後に、今度は股関節が痛くなって、毎日痛みで私に攻撃的になります。何かいい浄化方法はありますか？浄化方法、それは波動クラブとかの浄化で、多少は改善する可能性はなくはないですけど、浄化よりもなんかケアかなと思いますけどね、整形外科とか行って。浄化で言うと、波動クラブは一つおすすめではありますね。子供が生まれたばかりで子供に心配の念をたくさん送ってしまいます。心配の念を送ってしまった後、どのように打ち消してあげるのがいいでしょう。いいそうですね。心配してしまうことを否定しなくていいです。それは親は心配しちゃうから、それ愛情を言えじゃないですか。だから心配しちゃうことにを心配しなくていいですからね。心配しちゃった後にそのお子さんが黄金の色に輝いていると、黄金の光に包まれているとイメージして、元気に育ってくれますようにとか、元気にいられますようにとか、なんか祈ってあげてください。黄金の光に包まれていると想像して、祈ってあげるね。そうするといいですよ。はじめまして、エネルギーヴァンパイアの人に好かれすぎて困っています。そのことが原因かわからないけど、家に帰ってから大きな声で叫んでしまって良くないなと反省しています。大きな声で叫んでしまうのは全然いいの。これね、ストレス発散なんですよ。あーっつってね。それやらないと多分バランス取れなくなると思うので。ただそれやった後ね、こうやってね、柏で打っといてください。空間を浄化できますので。で、エネルギーヴァンパイアの人は、いい人探してるので、もうそういう人が来たらもう関わらない。一回、心を鬼にして、無理ですって断るってことをやられるとね、いいなと思います。私は毎日氏神様にお参りに行っていたのですが、心がしんどくなってきて、ある霊能者の方からそんなの行くのやめた方がいいよって言われました。すごく手入れされた綺麗な神社なのですが、気持ちが落ちている時は氏神にも行かない方がいいのでしょうか。いや、行ったらいいと思うんですけど、ただなんかすがりに行くとやっぱしんどくなりますよね。でも行って気持ちがいいなら行った方がいいですけどね。でも心がしんどくなってる時は、一回体を休めるっていうのはありですよね。一回体を休めてください。
そうするとちょっと体が休まってくると変わってきますので、心もね。それからしんどい時はね、ちょっと海の方とか水辺ね、行ってみられてもいいですよね。ただ夕方以降はあんま行かない方がいいですけど、そういう時は特に朝午前中に海とか行かれるんですよね。波動クラブでは邪気を浄化するっていうことをするんですけど、邪気って何かっていうと、マイナスの想念なんですよね。マイナスの想念。で、それを僕たちは普通にいつも受けるんですよ。邪気って聞くとね、怖い単語じゃないですか。でも、普通に日常にあるものなんですよ。心配も邪気になるし、ちょっとしたね、嫉妬とかも邪気になるし、いろんなものが邪気になる。で、これがね、自分では気づかないですよ、受けてても。邪気がいっぱいになると暴飲暴食したり、無駄遣いが増えたりとか、いろんなことあるんですよ。でも自分では分かんないです。で、僕も昔、邪気まみれの時があってね、暴飲暴食してたんですけど、自分では分かってなかったんですよね。どう思ってたかっていうと、食べるの好きで、お酒飲むの好きで、楽しいと思ってた。でセミナー業界では言うじゃないですか。好きなことすればうまくいくってね。だから僕は大好きなことをしてると思って、こう食べて飲んでやってたらうまくいくと思って、で、浄化をする機会があって浄化したら、なんであんな食べてたんだろう、なんであんな飲んでたんだろう、よくわからないような状態だったんですね。つまり暴飲暴食しても気づかないですよ。好きって思ってたのが違ってたって、だから好きっていうものも好きなことすればうまくいくって言いますけど、好きも波動で変わるんですよ。これが波動クラブ来ていただいた方が痩せていく人がいるっていうメカニズムで、そんな食べなくてよくなるんですよ。そんな飲まなくてよくなるんですよ。そうすると食べる量減るから痩せるっていうメカニズムなんですよね。無駄遣いが減るのも一緒。邪気溜まってるとね、なんか無駄遣いが増えるんですよね。で、浄化していくと無駄遣い減るので、お金の流れっていうのが良くなったりするんですよね。ほんといろんな変化あるんで面白いですよ。運気が上がる食べ物ってあります。運気が上がる食べ物というか食べ方ですよね。感謝して楽しく食べると運気上がります。感謝して楽しく食べると運気が上がるね。波動クラブから80回に入会してから食べる量が減ったのですが、今まで子宮の方まで膨れてかなりの大食いでした。最近は胃が小さくなったのがお腹の膨れ具合から明らかにわかります。子宮が活性化したからかなとも思っているのですが、そういうこともありますか。まあ、子宮が活性化していくとエネルギーが全身巡るのでね、食べる量も少なくなるっていうのは考えられますね。今までその食べる方でしかエネルギー得られなかったから、食べないとしょうがないね。それが子宮活性化していくとそういうことありますよね。波動クラブのアーカイブを毎日寝るときに聞いています。頭痛持ちなのですが、頭がすっきりします。スマホの横に置いているお水が美味しくなります。甘いものがあまり、欲しくなくなり、体型もすっきりしてきました。浄化されているなぁと実感しています。おすすめです。このスマホの横に置いているお水が美味しくなりますは何かっていうとですね、波動クラブの浄化セッションで、皆さんの浄化をしながらスマホの横かモニターの横に お水を置いておいてもらって、それにもエネルギー入れてるんです。で、セッションが終わった後飲み干してもらうようにして、これ何かっていうと体を整えるエネルギーを入れてるんです。で、実験で、ね、スマホの横に置いてる水と離れたところに置いてる水飲み比べていただくと味が変わってるんですよね。本当味が変わるんですよ。エネルギーが入ってる水入ってない水でね、まあ、そんなのも楽しんでもらってます。先生のショート動画の方で運の悪い人とは距離を置くとありますが、一緒に仕事をしていて運の悪い方の具体的な特徴を教えていただけたら嬉しい。なんか常に不運な人っているでしょう。もうトラブルにすぐに巻き込まれたりとか、間の悪い人、そういう人とはちょっとね、仕事上しょうがないですけど、なんか密接に関わるっていう、まあそれがいい人だったらもうしょうがないですけど、いい人の場合祈ってあげてもですね。なんかあの動画結構運が悪い人っていうことで、人を切るのかみたいなね、そんな話あるんですけど、いやそういうことじゃなくて、友達だったらしょうがないのでね、祈ってあげたりしたらいいですけど、自分がなんかやっていこうって思うときに、運が悪い人周りいるとね、やっぱ引っ張られてしまうってことはあるので、そこは意識されるといいですよね。いつも風に巻き込まれる。あと特徴で言うと貧相な人とか、服装が乱れてる人とかね、そういったことも見られるといいですよね。17年くらい摂食障害です。初めは拒食気味だったのですが、今は過食音がやめられません。近々結婚式があり、相手は優しい方で幸せなはずなのですが、マリッジブルーにもなってしまい、自分の気持ちがよくわからなくなってしまいました。何かアドバイスいただけませんでしょうか。マリッジブルーはまあ相手のことをね、大切に思うからなる話ね。だからそれは信じてあげていいと思うんですけれども、過食音とか
ちょっと浄化をしっかりされたらいいかなと思いますね。浄化をすること。で、自分を大切に、毎日お風呂入った時に自分を抱きしめてあげて、私大好きだよって言ったけど、多分言えないと思うので、言えなかったら、大好きだよってもう、キレキレでいいので言ってあげて、これをずっと続ける。ってことしていただければ。あと、YouTube に僕がやってる朝のノリと夜のノリとっていうのがあるので、それを毎日聞いてください。はい、聞くだけでいいですか。まだ先生に占い当たるも八卦当たらんも八卦と言われましたが、霊視で見えるからこの先もいい人生ではないと言われて、うつ病がひどくなりました。家からも出られず、どんどん占い師の方の言う通りになってしまい、何もできなくなりました。この占い師の先生の言葉は信じなくてもいいです。信じなくていいです。クソ野郎です、そいつは。こういうやつも大嫌いなんだ。この先もいい人生ではないっていうことが見えるなら、より良くなるようなアドバイスができないやつはクソだから、そんなやつの言うことは信じなくていいです。ほんと腹立つ、こういうやつ。あと、霊能者。あなたに霊がついてますって言うなら、払ってあげろって。払えないなら言うなって思います。そんなやつ信じなくていいです。良くなります。良くなります。はい。あ、そうだ。この前、80回のお話し会であったんですけど、占い師にあなたの寿命は65歳ですって言われましたけど、信じなくていいですかって言われたんです。そんな占い師、マジクソですからね。自分の力を誇示したいだけのやつなんです。そんなやつがちゃんと占えるわけないので、そんなんも信じないようにしてください。こんばんは。皆さんのお話聞きながら良かったと嬉しい気持ちです。私は今自信をなく、全くなくしてしまい、なかなか復活しません。ノリトや習慣考え方、小山さんの言葉も参考にしながら日々送ってますが、罪悪感が消えます。罪悪感は消えないので、消そうとしないことですよ。罪悪感消えないです。ただ、時とともに成長していくと、ああ、勘違いだったなっていうのを感じるので、だから罪悪感を勘違いって思う、気づくのがいいんですけどね。それには同じような罪悪感を過去に持ってた人にお話聞いてもらったらいいんですけどね。そんな感じです。はい。丹田が弱くなっても波動は弱くならないのでしょうか。丹田が弱くなるってことは、鍛えていけばないですけどね。鍛えていけば丹田が弱くなるってことはないですよ。こんばんは。最近職場のストレスか、夜中に金属音で目覚めたり、お経の声が聞こえたり、睡眠がしっかり取れません。ちょっとね、ヘッドスパとか行ってみられてもいいですよね。ヘッドスパ行って、あと、酵素風呂行ってみたらいいですよね。もう体緩めるってことしてみてください。OK。福原先生と波動が合わない人っているんですよ。全然いますよ。波動合わない人もいるし、しょっちゅうイラッともしてますしね。この前言われましたね。大阪のビジネスアカデミーのメンバーの方と話してて、友達をに YouTube 紹介したのに、ライブ配信で桑野さんがイラッとしてるのを見て、その友達がなんか怖い人っていう思って、見てくれないっつって、ごめんなさいって謝ったんですけど。しょっちゅうイラッとしてますよね、僕ね。そんなのもあるし。なんか、ライブ配信じゃないですけど、合わない人は全然いますよ。嫌いは嫌いだし。はい。この前ね、お盆に、いつも使ってるホテルでね、台風だったんですよ。台風でバタバタしてて、ホテル側も。で、僕もちょっと急いでやらないといけないことがあるんだけれども、すごい待たされたんですよ。すごい待たされて、で、なんかね、腹立ってきて、で、僕と僕の目の前の人もすごい待たされて、すごく、僕も申し訳なかったなと思うんですけど、イライラして、で、ちょっと怒っちゃったんですよ。もう早くしてよ、みたいな。で、まずこの人ももっと待ってるから、ダメしてあげて、みたいな。で、イライラして、怒っちゃって、そしたらホテルからその後ね、丁寧なメールが来てね、もう終わった後、あそこまで言わなくてよかったなって反省してたんですけど、で丁寧なメール来て、で、そのメールにもお返しして、ね、それ以来ね、そのホテルでね、ビップ待遇なんですよ。多分、ややこしい人って思われたんだと思うんですけどね、なんか申し訳ないなと思って、あんまり僕ほっといてもらっていい人間なんですけどね、そこまでビップ待遇にしてもらわなくてもいいんですけど、ややこしいことはないのになぁと思いますけど、そういうことも全然ありません。いつもありがとうございます。朝、夜のノリとぐるぐるワークを毎日やっていて、少しずつ効果を実感しています。ちなみにぐるぐるワークは2、3分を1日に何度も繰り返しています。もう少し長めにやった方がさらに効果出ますでしょうか。
自分の判断でいいんですよね。あ、もう出たなと思ったらそこでやめてもいいので。でも2、3分だったらそんな出ないとは思いますけどね。ただ最大15分から20分ぐらいで終えていいかなと思います。あんまりやるとすごい体力使うので。はい。桑名先生が波動クラブ、ね、始めたきっかけは何ですか？きっかけはね、コロナが始まってね、世の中に漂っている邪気がめちゃくちゃ増えたんですよ。最近また増えてるんですけど、コロナになって世の中漂ってる邪気が増えて、あ、これはちょっと病む人が増えるなと思ったんです。邪気溜まると病むし、邪気いっぱいになると暴力性が出てくる人もいるし、そういうのが増えるなと思ったので、これは良くないなと思ったので、始めたのが波動クラブでしたね。少しでもね、人数制限はあるんですけど、それでもやらないよりやった方がいいので、それをきっかけで作りましたね。はい。最近暴力的なニュースが多くなってきた気がしますね。まあそうですよね。でもね、大事なのはいい方に意識向けることですからね。で、戦争のことを気になるなら祈ってあげてください。この地球の上の人たちが争いをやめて、お互い思いやりながらこの地球が平和な星になりますようにって祈ってください。人生は螺旋階段のようにループしていると言いますが、人と場所が違うだけで同じようなことや同じトラブルを繰り返しています。波動が変わっていないということなのでしょうか？人生の壁を乗り越えていないということでしょうか？まあそれは、実際話聞いてみないとわかんないんですけど、でも螺旋階段のように登ってて、確かに同じようなことが起こってるように感じるんだけれども、でもよくよく考えると人生のステージは変わってたりするので、なんか変わってないってあんまり思いすぎない方がいいですよね。前回のことを通して、何か教訓があって成長してたらそれはそれでいいので、あんまり変わってないとか考えない方がいいですよね。最近右手左足を骨折しました。収入がゼロになりました。主人は5年前から障害があり仕事ができません。定期的に浄化もしてたんですが足りなかったですか？浄化はまあ常にしておかないといけないことですよね。でもここで何か人に頼るとか、国に頼るとか、まあいろんなやり方ありますけど、こう何かクリアする道はあるので、ありとあらゆる方法を書き出して、思いつく方法で相談できる人がいたら相談してみて、なんか行政にね、相談しに行ってみるとか、そういういろんなことをやってみてください。そしたら絶対クリアできる道っていうのはあるので、はい。桑名さんの波動クラブのサービスについて価格以上の価値提供されていらっしゃいます。そのマインドがとても素晴らしいと感じるのですが、私はそういう場合にこんなに価値提供しているのにこれだけの価格しかもらえないと思ってしまうのです。桑名さんのようになるにはどうすればいいのでしょう。こんなに価値提供しているのにこれだけの価格しかもらえない。でも価格以上の価値を提供しないと続かないですよね。続けてくれないじゃないですか。その価格以上の価値を提供しているから次の人にも伝わるし、そういうその人対その人だけで考えないことですよね。その価値提供してたら他から回ってくるものいっぱいあるので、トータルで考えた方がいいと思いますね。それともう一つ、これだけやってるのにって不満が出るってことは、もしかしたらいただく価格が安すぎる可能性はあります。僕は波動クラブ3300円ですけれども、でもね、1500人いるんですよね。そうするとトータルではすごいお金をいただけるんですよね。もちろん一人一人に流してるエネルギーっていうのがあって、まあ1500人がもう限界いっぱいいっぱいだからそこまでしかできないっていうのはあるんですけれども、だからこんだけいただいてるんだからっていうところぐらいはもらってもいいかなと思います。なんか僕のコンサルなんかそうですよね。コンサルはすごい高いので、こんだけいただいてるんだからこれだけしないとって、思える額をいただいてますよね。でもちろんそれ以上の価格、それ以上の価値っていうのは提供してますけど、やっと自分に向き合い、いろいろな困難も私の役目、そして自営業していますが、人のお役に立つことが今生かされていることかなと思う。ありがとうございます。嬉しいです。
何でもそうなんですけど、こうなんか得意なこととかいろいろあるじゃないですか、人それぞれ。今まで磨いてきたこととかね。それって自分が持ってるものって人のお役に立てるんですよね。人のお役に立てるものっていうのがあるんで、それはある意味、持たしてもらってるものっていうかね、そんな感じで捉えられるといいなと思う。だから、働くっていうのは旗を楽にすることですから、なんか全ての才能って分かち合うために持たしてもらってるものだな。まあ才能って、生まれ持ったものだけじゃなくて、後天的に身につけるものもいっぱいあるのでね、それって、持たしてもらってるもので、それを使って人様のお役に立つっていうことがめちゃくちゃ大事なので、それをね、ぜひ意識していただくといいなと思います。父親とどうしても会わず、ずっと同居してなかったのですが、いろいろな事情で同居してます。そろそろ8年ぐらいになりますが、心身ともに疲れるだけでいいこともありません。でも父の年齢も高く、今更別居はできません。どんな心持ちで暮らせばいいんでしょう。介護とかにはなってないのかな。介護とかになってくると、ね、施設とか入ってもらった方がいいかと思いますけど、自分の時間をしっかりと取るってことをされた方がいいですよね。親関係なく1週間のうちここは私だけの時間っていうね、そこをしっかり取るとちょっと心も安定できるので、自分だけの時間っていうのを取ってあげてください。先ほどありがとうございます。父親しっかりしすぎてます。体力もあり頑固でお金しか信じません。自分が一番の人で誰の意見も聞きません。親族に私の悪口を言ったりするほどです。少しボケてる方が可愛いです。顔を合わせないように生活してますが、そんな自分がいいのか。いや、そんな自分でいいんです。それで大丈夫です。はい。私の父は営業の電話に対して毎度毎度タダでやってくれるんならいいけどと返事していて、断りの口実ならまだしも、本気でそう思って言ってるので、その話を聞かされるたびにうんざりします。先日実家の一軒家を取り壊すことが決まり、土地を売るので、父にお金が入るのですが、こんな父が悪い方向へ行かないように私がしてあげれることは何かありますでしょうか。祈ることですね。祈ることしてあげる。家畜会に入会して2ヶ月が経ちました。毎日が幸せです。まだ氏神様にご挨拶受けておらず、来月1日にやっとですがお参り&ご挨拶に伺う予定です。何か気をつけることなどをお話しいただけましたらと思います。気をつけることというか、なんか奉納されると喜ばれますよ。お酒とか何でもいいので。奉納されると喜ばれるので。で、せっかくだったら正式参拝もしてもいいかもしれないですよね。はい。そうそう、先ほど自分の能力とか才能っていうのは周りのためにというか、この前ね、僕の動画の切り抜きチームの皆さんがいらっしゃるんですよ。で、15万人、チャンネル登録15万人のお祝いというか、お礼でね、切り抜きの皆さんと食事会をしたんです。そしたら、その中の一人の人がね、その人久しぶりのお酒だったんですけど、苦手なんだけど、ちょっとだけ乾杯分は飲みたいって言ってね、飲まれて。そしたらね、途中ね、後で聞くともう目の前が真っ白になって、何も見えなくなって動けなくなったって言われてたんですけど、お酒で、動けなくなっちゃったんですよ。こうして、ね、ずっと動けなくなった。僕の得意な技の一つでね、アルコール分解浄化っていうのがあるんですよ。アルコール分解浄化、アルコール分解ヒーリング、ね、得意技の一つなんですよ。で、それ久しぶりなんですけど、やってあげたんですよね。やってあげたらね、元気になってね、全然普通に戻ったんですよ。普通そんなんだったらもうね、動けなくなっちゃうんですけど、でその後二次会にも来て、普通に最後まで言いますからね。そういうことできるんですよ。エネルギーでアルコール分解できる。ただね、これね、悲劇的なことがあって、ね、アルコール分解浄化、アルコール分解ヒーリングは自分にはできないです。僕自身にはできないですよね。だから、完全に人にするしかないですよね。人にすることで活かされる技なんですよね。だからやっぱ、それをやった時に、人のための力なんだなぁということを感じましたね。そういうもんです、ね。それはヒーリングだけじゃなくて、皆さんが持っているものも、もちろん自分に使えるものもあるんですがね、周りの人のお役に立つことで自分が生きますからね。それが働くっていうことですから。はい。旗を楽にする。働くね。こんばんは。波動の幅を広げることが大切と言われますが、上下同時に開くと経験したこともないような悪いことも引き寄せてしまうのでしょうか。それと桑名さんは以前は別のお仕事をされていたそうですが、なぜ浄化などができるようになったのでしょうか。どこかで修行されたのでしょうか。
でも悪いことというか、それをクリアしていく中で大切なことに気づけるんですよね。だから一見するとネガティブなんだけれども、クリアしていったら あれのおかげでっていうことになることがきます。それとネガティブな試練とかが来ても超えられないものは来ないので、だからそんな怖がる必要はないです。それと僕は浄化できるように修行はしていきましたね。師匠がいるんですよ。修行して今もしてますけど、今もずっと、昔は全然できなかったんですよ。そんな自分が浄化するような人間になるとは思ってなかったので、はい。波動コンサルのプロフェッショナルに聞きたいです。先生にとってのワクワク波動は何ですか？先生はドライブもお好きだとおっしゃってますが、ワクワク波動の捉え方聞いてみたいです。ワクワク波動ね。癒されるのは自然の中行ったり、ドライブしたり、そういうことで癒されますよね。でもワクワク波動。ワクワク波動の捉え方。僕は、まあ、僕仕事ばっかりになるんですよね。まあ、仕事じゃないことで言うと、イベントとか控えてるとワクワクしますよね。例えば、友達と花火大会行くとかね、今度キャンプするとか、スタッフでキャンプするとか、そういう前はワクワク、楽しみでワクワクしますよね。仕事で言うとね、最近改めてというか、そういうことかっていう気づきがあったことがあってね、僕が今のところ一番ワクワクすることが出てきたことがあってね、今までなかったんですよ、そのワクワクが。それはなぜなかったかっていうと、今まで準備のことが多かったからですよ。で、準備ってワクワクすることもあるんだけど、基礎練習って楽しくないじゃないですか。スポーツする人ならわかるけど、基礎練習って楽しくないんですよね。で、その基礎をやってる時はね、そんな、楽しくないんだけど、この基礎をずっと積み重ねていったからここができるっていうのが見えるものがあったんです。一つね。そしたらこれをすごくワクワクするんですよ。ただ今までここに至るこれらはそんなワクワクしなかったんですよ。なぜなら基礎だから。基礎だから。まあ、細かいワクワクはもちろんいろいろあるんですけどね。で、これを味わったときに、ああ、これするためにここずっとやってたんだなっていうことを思うことはありましたね。だから、目指す先がすごく大きかったり、高いハードルの場合、その過程はワクワクしないってことはあるかもしれないですけど、その先にあるものはワクワクしたりするしますよね。そんな答えでいいかなんか答えれてるかどうかちょっとわかんないですけど。まあ、わかんなかったらもう一回ちょっとこういうことですって聞いていただければと思います。こんばんは。家族がバラバラになりそうな時、家族の波動を上げていくにはどうすればいいですか？どういう状況なんだろう。家族がバラバラになりそうな時。バラバラになるんでしょうね。祈ってください。そのご家族一人ずつね、黄金の光に包まれてると思って、具体的な言葉でこうなりますようにって、健康でいられますようにとかね、祈ってあげてください。はい、いつもありがとうございます。先日の二面性についてのメルマがとても学びになり、友達にもシェアしてみんなの励みになりました。フアナさんの誠実さを見習っていきたいです。ありがとう。嬉しい。二面性の、あ、これか。ちょっと読みましょうかね。すべての物事には二つの面が存在します。完全なる善もなければ完全なる悪もありません。あの原発にだって二酸化炭素排出量が少ないという良い面がありました。この二面性というのは、マイナスが強いほど強いプラスにも転化し、プラスが強いほど強いマイナスにも転化するという性質を持っています。つまりどんなことも使い方次第ということ。自分の欠点もいいものに変えることはできるし、最悪な過去も誰かのために役立てることはできます。逆にどんな自信があるすごい能力も敬意が欠けていると傲慢になります。すべての物事には二面性がある。ダメダメと思っているなら、いい面も考えてみるといいですね。考えたこともないと思うので、そのいい面があるとしたら、と切り替えて書き出してみるといいですね。そしてすごく認められることがあったら、自分だけでできたわけではないと戒める。自分の二面性とうまく付き合っていきましょう。そんなメッセージですよね。小山さんも2025年何か起こると思いますか？最近いろんな YouTuber の方が発信されています。まあ、起こる
とは思うんですけど、ただ25年までは大変な状態続くので、まあしっかりと生きていく方に意識向けた方がいいですね。将来に起こるかもしれない、起こらないかもしれないことに心配したり期待するより、今をしっかり生きるってことを僕は常に意識してますね。はい、先週からメイクを今までにないほどきちんとし始めたら、今日の契約終了の宣言を受けました。これは浄化反応の可能性ありますか？また叶えたい波動まであとどれくらいの幅なのかを知る方法はありますか？それはありますよね。波動が変わると場所も変わるので。叶えたい波動まであとどれくらいの幅なのかを知る方法はあります。それはないですね。それは叶えてる人と話をしたり、叶えてる人と会うことでちょっとはわかるかもしれないですけど、でもそれはわかんないですよね。一個ずつやるしかないです。はい。でも想像以上に広かったりもしますよね。小野先生、いつもありがとうございます。お恥ずかしい話ですが、数年前まで不特定多数の方とお酒の勢いで体の関係を持ったり、かなり深酒もしていました。もともと生理痛も重く、物理的にも波動的にもかなり子宮を痛めつけていたなと思っています。もう不特定多数の方と関係を持つこともしなくなり、数ヶ月前からお酒もほとんど飲んでいます。あ、途中で。そういう方はやっぱ子宮がね、冷えてるので、セミナー来ていただくとね、いいなと思います。がっつり浄化とブロック外しセミナーで、子宮のケアはできますので、ぜひお越しいただければいいなと思います。やったことはもういいのでね、それはもうしょうがないので、ここからどう生きるかが大事ですからね。1ヶ月くらい禁酒していたのですが、ここ 2,3 日飲みたくなって飲んでしまいました。波動が低くなると飲みたくなったりするんですか？まあ、それもありますけど、まあ 2,3 日別に飲むぐらいいいんじゃないですか。僕も週に何回か飲みますからね。それ何でもかんでも波動に結びつけない方がいいですよ。感覚的に波動を上げていくときよりも下がるときの方がスピードが速いような気がしますが、どうなんですか？あ、そうですよ。波動はすぐ下がるんですよ。上がるのは、大変ではないですけど、意識しないと上がらないです。でもすぐ下がるんですよ。だから、日々意識的に過ごすってことが大事なんですよね。はい。その通りです。こんばんは。お風呂での浄化にお塩と日本酒でとおっしゃっておられましたが、お酒に弱いのでアルコールの揮発が怖いです。少量でも効き目ありますか？まあ、その場合お塩だけでいいですよ。日本酒もまあコップ一杯ぐらいならそこまで揮発出ない。でもね、アルコール弱い方はちょっとわかんない。僕の父親なんてブランデーケーキで酔ってましたから真っ赤っかになってたので、まあその懸念がある場合はお塩だけでいいかな。日本酒もまあコップ一杯ぐらいでいいので、はい、いつも波動チャンネルご覧いただきどうもありがとうございます。今日ね初めてご参加いただいた方もどうもありがとうございます。こんな感じでよくやってますので、ぜひチャンネル登録と通知ボタン押しといていただければと思います。それでは以上で、終了させていただきます。いつもありがとうございます。それでは失礼します。ありがとうございます。